どうもうるさくてすみません。まだ明るいというのね、もううるさいですね。コットンズと言いますけども、やっと結成3年経ちまして、ちょっとずつ若干進歩してきましたね。そんなこんなで今日は声をかけていただいて本当にありがたい限りで、とってもありがとうございます、リッタさん。はい。今日は俗にケツカッチンという言葉があるけど知ってますかね。最近のもう若い人はケツがカッチンカッチンでもう時間も絶対オーバーできないという、今日はそういうライブで僕たち、今日から加わってくれた、ネモちゃんドラマですけど、今日は6時にどうしても彼女が静岡で待ってるんで、それは外さないっていうことで、5時4分かなんか の電車乗られるんで、彼女がね、いっぱいいるらしいので、どうかな、窓伸ばしちゃう。はい、というわけで、マザーレスチルドレンという、クラプトンさんが古いブルースをカバーした曲、母ちゃんがいないよって泣いちゃう悲しい歌ですけど、それと今やったらもう超有名なこういう耳に馴染みのいい曲も入れとこうかななんつって、クロスロードですけどね、なんつってクロスロード。はい、じゃあ次行きましょう。次なんだ、あ、リゾルフィート、こういうバンドの曲、まあ、難しかったですね、これ。この曲なかなか様にならなくて、まあ、なりきってませんけども、リトルフィートで一番有名なディキシーチキン。Oh,
会場にホテルの酒場で飲んだくれてる人の曲ですけどね。はい、じゃあ次はね、女性ボーカルをフューチャーリングとしました一人のユッコをユッコ歌います。ジャニス・ジョプリンのこれまた言われる曲ですけどね、ピース・オブ・マイ・ハート、私の心をなんで知ってくれないのみたいな、そういう、恋苦しい歌ですけども、ピース・オブ・マイ・ハート、ユッコです。恋は成就したんでしょうかって、優しい旦那さんがいらっしゃいますけどね、はい、さてでは あもうトントントン1曲目ですね。もうここまで来たんですね。あれ、あ、そうか、あ、ちょうどいいだな、うん、次は1曲8分ぐらいの曲です。どうも恐縮ですけども、僕らも目いっぱい頼ませていただいて1曲8分、クラプトンの曲で Got to get
to get better in a little while、 もうじき良くなるぞ、 もうじき良くなるぞっていう、プラトンがちょうどあの、薬でなんかもうボロボロになってた頃の曲で、これから良くなるぞっていうそういう叫びですけど、まあ本当にクラットさん本当に良くなって、とっても今もうおじいちゃんですけどね、じゃあ行きましょうか。 Got to get better in a little while。 やめました。コーラスやるんだからこれ。
時間もちょっとあるのでアンコール曲だけでございますね。あ、飲みたい。いや、来たか来たでしょ。その辺であの、アキさんがさっきなんとか間に合ったアキさんが今日、最後歌ってくれますけどね。じゃあ、 今日初めてやる曲ですけども、こんな風に人生を送れたらいいなというアラン・ブリンマンという曲ですけどもね、俺は放浪者だということで、好きな人に勝手に生きてるんだっていう、アキちゃんの曲じゃん、関東が好き勝手に育ってこんなに天真爛漫になりました。アキちゃん最後に出ますから、はい、じゃあどうも、コントでした。ありがとうございました。